ました。リンリン君、スパチャありがとう。相手が3バックでビルドアップしてくる場合、どんなプレーすれば相手をはめることができますか？やり方いっぱいありますけどね。この間も説明したことはあれだけど、3の時に例えば真ん中切って、どっちかに追い込んで、日本の4、2、3、1になるけど、真ん中切ってどっちかに追い込んで、そこに出ていく、高い位置取ってるサイドバックにもサイドバックで出ていく、全体でずれるみたいな。これ一番攻撃的な4、2、3、1は守備ですね。あとは、普通に3バックで一回ボランチを抑えながらっていう形で、サイドハグつかせてもいいけど、ボール出す、で、サイド、高い位置取ってるサイドハグが、この、高い位置取ってるサイドバックに自分たちのサイドハーフをついていかせるでしょ。で、一回持たれるんだけど、この、ここでパス出されて戻すときに全部はめに行くよね。な、やり方めちゃくちゃいっぱいここでもう話し続けたら、この話だけで10分くらいできるぐらい、ツートップでどっちかに追い込んでもいいし、433でウィングバックからツリートップの両脇にね、ワントップが中央を抑えて、433でこうしてもいいしみたいな。だからそれはその時のチームの形によって、好きにやっていいし、今の日本代表だったらこの 4-2-3-1 をままやってるから、ボールがこう横行ったらこの時にこの選手がコントロールミスったりとかしてそうだったら出て出てってやる。そうじゃなかったら一回引いたところから運ばせて、そうで、そこからつけたところからバックパス狙うとか、このワントップの選手に切らせて、そうとか、あとこのトップの選手出て行かせて逆サイドのサイドハッシュボールとか、もう本当に言い出したらいっぱいあるけど、どれかを見せてほしいんだけど、どれもやんないでずっとやられてるっていうのが、まあ、日本ですよねっていう。もしあなたならばどんな手を取る、それだけで雪が湧き起こる、貫いた自分束の間のキングより。